皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、あの大人気ドラマの花の千晴れの、愛理ちゃんの部屋、アレンジをちょっと今日は作ってみました。お人形さんでこんな感じで、で、まあ、ここを リボンをちょっと通して、でこっちにこうツインテールにしてこうリボンを結ぶっていう感じなんですけど、あの、まあ、結構やり方難しそうかなと思うんですけど、結構シンプルに、分かりやすく作ってるアレンジになりますので、まあ、最初はちょっと自分でやるのも大変かもしれないですけど、練習すれば多分できるアレンジかなと思いますので、気になっている方よかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。はい、じゃあまず後ろで大体でいいので半分に分けます。で、片一方の部分はダカールで留めておきます。で、後ろのこう襟足の部分ですね、の髪の毛をだいたい4センチ幅ぐらいの厚さで下ろしておきます。で、上の髪の毛を横ら辺に持ってきて、ここで一度ゴムで結びます。この辺の高さはまあお好みでやってもらったらいいかなと思うんで、今回はちょっと耳の少し上でまとめております。反対側も同様に少しだけ下ろして、横でゴムを結んでいきます。次に下の髪の毛を三つ編みしちゃいます。だいたい同じぐらいに、同じ幅に均等に分けて、しっかりと根元から三つ編みをしていきます。少し毛先余らせてもらったら大丈夫かなと思います。で、次に三つ編みした髪の毛をこのゴムの部分に巻きつけていきます。で、しっかりと巻きつけたところの上からゴムを結んでいきます。外れないようにしっかりと結んでください。反対側も同様に三つ編みしていきます。で、次にゴムの部分に巻きつけていきます。で、巻きつけたところを外れないようにゴムでしっかりと結んでいきます。で、巻きつけた毛先の髪の毛がぴょこんと出てきたりするかなと思うんですけど、それをこう元の髪の毛と一緒になじませて、で、三つ編みの部分がゴムに留まっていれば大丈夫ですので、この上にどっちにしろこうリボンを結びますので、この辺の毛先はしっかりとこうなじませるようにしておいてください。で、黄色の紐を用意してます。先にピンをつけるようにしておいてください。で、次に黄色の紐をつけていきます。まずこの三つ編みしたところですねに通していきます。で、ピンをつけてるとこうスーッと通りやすいので、なるべくピンをつけてやる方がおすすめです。だいたいこう右と左の長さが均等になるように調節してください。次に順に三つ編みの中に通していきます。ピンを差し込んでそのまま抜いていきます。交互に入れていきます。
徐々に上までつけていきます。で、大体このぐらいまで通して、まあ、お好みで、まあ、もう一個ぐらい通してもいいかなと思うんですけど、大体このぐらい通したら、次にこのリボンの部分ですね、をまず輪っかにします。輪っかにして下から一周通して、ここで蝶々結びをやっていきます。大きさも結構調節してもらって、あんまり大きいとバランスが良くないと思うので、少しバランスを合わせながら作ってください。反対側も同様に、まず輪っかを作って、そのまま蝶々結びをしていきます。あとは紐の長さ、バランスを見てハサミで切ります。はい、こんな感じで仕上がりました。まあ、もう一個こうリボン多く通してもいいかなと思うんですけど、まあ、バランス的にこのぐらいな感じで、結構作り方が分かれば簡単にできるアレンジかなと思いますので、よかったら練習して試してみてください。